アルーストック戦争は1838年から1839年にかけてアメリカ合衆国とイギリス帝国の間でイギリス領北アメリカとメイン州の国境をめぐって行われた戦線布告のない対立である。この紛争はメイン州と現在のニューブランズウィック州及びケベック州との間の国境を双方が認める結果になった。メイン州とニューブランズウィック 九州で緊張関係が高く、論議が加熱しただけでなく、双方とも軍隊を動員し、論争のあった境界に進軍したために戦争と呼ばれている。アメリカ合衆国とイギリス帝国双方の政府の協議が何とか間に合ったので、地元の民兵による流血沙汰を避けることができた。アメリカ独立戦争を終わらせた。1783年のパリ条約ではカナダ。 アメリカ合衆国との間の国境を明確に定めていなかった。独立戦争の後、マサチューセッツ州は州内のメイン地区に土地特許の発行を始めたが、これにはイギリスが依然として権利主張している土地が含まれていた。米英戦争の時、イギリスはワシントン軍、ハンコック軍及びペノブスコット軍の一部を含むメイン地区の東部の大半を8ヶ月間占領し、 そこを恒久的にカナダに併合することを目指した。しかし、1814年の米英戦争を終わらせる頑丈約により、国境は1783年のパリ条約に戻すことになったが、その曖昧さが残ったままだった。以前の条約で定義されている主要な地形的目印であるセントク路は、川の水源を突き止め印をつけるために、念入りな測量隊が派遣された。 アメリカ合衆国の東部協会は、ノバスコシア植民地の北西角にあたる北の高地へ伸びていた。水系がチプティクック湖を横切る場所に記念碑が置かれた。1820年にメイン州がマサチューセッツ州から分離して州となった時、国境の状態と場所が新しい州政府の主要な関心事項になった。マサチューセッツ州もまた、 メイン州公有地の50%が論争のある領土の大部分を含んでおり、マサチューセッツ州の資産のままだったので、この問題に関心を持ち続けた。1825年9月になって、メイン州とマサチューセッツ州の公共土地担当局が、セントジョン川とその支流の論争のある地域で、上都証書を発行し、木材伐採許可証を売却し、国勢調査を行い、誕生、死亡、 および結婚を記録した。マサチューセッツ州の公共土地担当者、ジョージ・コフィンは1825年秋に行った旅の間に日誌をつけており、その中でセントジョン川上流やマダマスカ地域からフレデリクトンに戻ってくるときに雷によって森林火災が始まったと記していた。このミラミッチ火災と呼ばれるようになるものはニューブランズウィックの重要な樹林数千エーカーを破壊し、 開拓者数百人を殺し、さらに数千の者の,の家をなくさせ、いくつかの繁栄しつつあった社会を壊した。この日誌には、新しく指名されたニューブランズウィック州知事が破壊の程度を記録し、ニューブランズウィック州が生き残るためには、西方の広大な森林に依存することになるとコメントしたことも記されていた。論争のあった地域の住民特性は様々だった。 セントジョン川とマダワスカ川沿い開拓者の多数派は初期アカディア人だった。アルーストック川流域に近年入った開拓者はアメリカ人だった。1826年から1830年の間に、製材関係者がセントジョン川西岸やその支流に入り、ウッドストック、トビーク及びグランドホールズにはイギリス人家族の家があった。 マダワスカのフランス語を話す住民は、ブライオンと呼ばれる通常はイギリスに従属しているタミガが、少なくとも言葉の上では非公式なマダワスカ共和国に属していると自分たちのことを考えていてアメリカにもイギリスにも標準しているというわけではなかった。しかし、キコリたちが農作業から解放されてセントジョン川上流に長旅する時にはこの地域の人口が 外部のもので膨れ上がった。これら移動性のキコリたちの存在は、それぞれの州の資源や歳入の保護に責任のあるメイン州やマサチューセッツ州政府にとって緊張関係を特に高める事項だった。キコリたちのあるものは、高級的に流域に入植することになった。開拓者の大半は自分たちが当局筋からあまりにも離れているので、 土地に対して正式な利用申請ができなかった。最良の樹林の支配をめぐって党派が動いた時に論争が加熱した。1827年7月4日、現在のベーカー・ブルックとセント・ジョン側の合流点西側にジョン・ベーカーが妻の作ったアメリカ国旗を掲げた。ベーカーはその後イギリス植民地管理者に逮捕され、25ポンドの過料を言い渡され、 その過料を払うまで投獄された。1830年アメリカ合衆国国勢調査の準備過程でメイン衆議会は、ジョン・ディーンとエドワード・ジェームズをメイン北部、すなわちニューブランズウィック州北西部に派遣し、住人の数を調べ、イギリス人の不法入国の程度を評価させた。夏の間、セント・ジョン・カワセーガンの住人数人がマダワスカでメインに取り込まれるべく申請した。 ペノブスコット軍役人の忠告もあって、マダワスカに調整を敷くための準備として、代表を選出する集会が召集された。この集会の間に、ニューブランズウィック州民兵隊の地元の代表が、セントジョン川東岸の地元住民に警告されて、集会所に入り組織化を試みる者は誰でも、逮捕すると脅した。しかし集会は続けられ、より多くの民兵が到着し、 住民の何人かは逮捕され、ある者は森に逃げ、文書がオーガスタのメイン州当局に送られた。文書はワシントン DC のアメリカ合衆国政府にも送られ、アメリカ合衆国国務長官がイギリス中米大使と接触した。しかし、住民の大半であるアカディア人はアメリカにもニューブランズウィックにも加わることについて態度を決めかねていたが、 フランス語を話すケベック州には一体感があった。ケベック州もまだわすかの領土請求をしていた。オランダ国王ビレム一世は1830年に国境紛争の調停を求められた。ビレム一世は2つ挙げられていた選択肢の妥協を求めることにして最終的に落ち着くことになった国境に大変近い線を引いた。イギリスはオランダ国王の決定を受け入れた。 メイン州はビデム一世の判断が提案されている国境のどちらか一つを選択するというはずのその権限範囲を超えておりアメリカ合衆国政府の政策内に外国の影響力を行使する危険を犯すものであると考えこれを拒否したさらにはすでに区割りされアメリカ合衆国市民つまりはメイン州とマサチューセッツ州住人に売却され 入植されている領土を譲る案になっていた。メイン州とマサチューセッツ州は1800年以来保持した領土での司法権を行使し続ける意図があった。アンドリュー・ジャクソン大統領は、特にテキサス共和国となる地域で強くなる紛争に関わる行動に関して、南部や西部での先住民支配の政策や計画から、それることのないよう、新しい提案国境を認めたくなかった。 アメリカ合衆国憲法では、州政府の同意なくして、州の資産所有権を連邦政府が変更することを禁じており、メイン州とマサチューセッツ州はそれを認めなかった。ジャクソンのインディアン強制移住政策やメキシコ、政府内部干渉に遠慮なく反対していた、アメリカ合衆国上院議員、ペレグスピローグに率いられたメイン州の上院派遣団は、妥協を強要し、上院は、 イギリスとアメリカは最終決着のないまま、その地域はすでに各州の排他的司法権と権限にあり、地方当局はそのまま残り、米英双方がこの時紛争のあった地域に司法権を及ぼさないとする暫定行為に達した。1837年、第二合衆国銀行が閉鎖された後、税金を払っていたメイン州住民は税の払い戻しがあることになった。 受領資格のあるものを決定するために特別国勢調査が行われた。ペノブスコット郡国勢調査官グリーリーはアルーストック川上流地域の調査を始めた。指名されたばかりのニューブランズウィック州からの文書ではメイン州知事を贈賄で告発し、メイン州がアルーストック川とその支流地域に司法権を行使し続けるならば民兵隊が行動を起こすと脅した。 これに反応したメイン州のロバート・ダンラップ知事は、メイン州が外国軍に侵入されたことを宣言する一般命令を発行した。メイン州議会に提出された報告書によれば、1838年から1839年にかけての冬に、紛争地域ではアメリカとニューブランズウィック州の木こりたちが木を打っていた。1839年1月24日、 メイン州議会は、新任知事ジョン・フェアフィールドに、メイン州公有地担当官、ペノブスコット軍法案官及び、ガ岸民兵による民警団をニューブランズウィック州民を追及し逮捕するために派遣することを承認した。民警団は2月8日に、バンガーを出発した。この民警団は、T10R5 地点に到着し、セントクロワ川とアルストック川の合流点でキャンプを、 設営し、ニューブランズウィック州のキコリたちの道具を没収し、捕獲し逮捕したキコリを裁判にかけるために広報に送り始めた。ニューブランズウィック州のキコリたち集団がこの行動を知って、その斧や馬を取り返せなかったので、ウッドストックの武器庫に押し入ることで武装し、自分たちも民警団を組織して、夜半にメイン州公有地担当官とその上司を捕まえた。 メイン州な役人たちは鎖をかけられてウッドストックに移送されインタビューのために留め置かれた。ジョン・ハーベイ知事はこれらアメリカ人を政治犯と呼びワシントン DC に手紙を送って逮捕者の処置を決める前にロンドンからの指示をまとねばならないと伝えた。その中でハーベイはアルーストック側がイギリスの司法権下にあることを保障する責任を行使しているのであり。 この地域からメイン州の軍隊すべてを排除することを要求すると伝えた。ハーベンは続いて T10R5 地点のキャンプ地に民兵隊長を派遣し、メイン州民兵隊を去らせるよう命令した。メイン州のラインズ隊員やその他の者は命令に従ってよりその義務を果たすと言って、これを拒否した。ニューブランズウィック州民兵隊長はメイン側によって拘束された。 2月15日、メイン州議会は、アイザック・ホッツドン少将が引き入りアルーストック、川上流にいる民警団の補強2000名の志願者を募ることを承認した。ジョン・ハーベイ知事からの追加文書は、イギリス正規軍が西インド諸島から向かっているという報告書とともに、モホーク族が、ケベック州への支援を申し出、ニューブランズウィック州の軍隊がセント・ジョン・川沿いで結集していることを伝えたので、 メイン州民兵隊を一般長望する2月19日の一般命令第7号発行につながった。番号で結集した民兵隊は2月26日までにアルーストック川上流に派遣され、プレスクアイル川沿いにフェアフィールドトリデが建設され、東国境に軍隊が宿営できるようにされた。1839年3月2日。 ワシントン DC でアメリカ合衆国議会の討論中、メイン州のスミスカイン議員は、出来事の概要、1825年以降、取り交わされた様々な文書を説明し、連邦政府の主たる責任はその領土と市民を保護し、防衛することだが、政府がその義務を行使しないならば、メイン州だけでその領土を守ると宣言した。これに応えて議会は、その緊急事態に5万名の軍隊と一、 レイドルの予算を当てることを承認した。メイン州はこの紛争のために3000名、内市1万名の民兵を集めた。チェロキー族強制移住の指揮を最近外れたウィンフィールド・スコット将軍が紛争地域に当てられ3月初めにボストンに到着した。米英戦争の時にスコット将軍はジョン・ハーベイ監督のもとに戦争捕虜になっており、その関係が 相互尊重のポイントとみられた。スコットの助言に従って、メイン州は5月と6月に民兵隊を呼び戻す。一般命令を発し、それらは正規アメリカ軍に置き換えられた。その夏にフェアフィールドトリデとケントトリデの高級的建設が始まった。RM カービー少佐がその基地と第一、アメリカ砲兵連隊の三個中隊の指揮官となった。カナダからは、 イギリス軍第11連隊の4個中隊がケベック市からその地域に降軍した。一方、ニューブランズウィーク州はアルーストック川地域から流れるセントジョーン川の支流すべてを正規兵と民兵で武装した。1840年、メイン州はこの地域を管理するためにアルーストック軍を創設した。アメリカ合衆国とイギリスはこの紛争を国境委員会に委ねることに同意し、 両軍の間の衝突は続くことになるが、この事態は1842年に、ロンドン条約、別名ウェブスターアッシュ条約で決着されることになった。この条約ではこの北東部の境界だけでなく、カナダとミシュガン州及びミネソタ州の国境問題も解決した。アメリカ合衆国国務長官、ダニエル・ウェブスターと、イギリス通密顧問官の初代アッシュバートン男爵、 アレクサンダー・ベアリングによって、妥協点に達し、アメリカ合衆国には7,015平方マイル、イギリスには5,012平方マイルの土地が分けられた。紛争地域の北方をイギリスが保有することで、ハリファックス道路を使って、ケベック州とノバスコシア州の間の軍事的通信を一年中陸路によって確保できるようになった。アメリカ連邦政府は、メイン州とマサチューセッツ州に、 それぞれ15万ドルの支払いに同意し、両州はニューブランズウィック州領土に侵入している時に生じた費用についてアメリカ合衆国から支払われるものとされた。ウェブスターはパリの古文書館で見つけたアメリカ人ジャレド・スパークス作成の地図を使ってメイン州とマサチューセッツ州に合意を飲ませるよう説得した。この地図は紛争地域がイギリスに属することを示しており、 両州の代表が妥協案を受け入れることを説得し、この事実がイギリスに知られて、イギリスが拒否しないようにすることに貢献した。アメリカ側がフランクリンの地図に関する情報を隠したことは後に暴露された。アメリカ合衆国に有利だと言われる地図が明らかにイギリスで使われたが、この地図が公開されることはなかった。イギリスの持っていた地図は、紛争地域全体が、 アメリカ側に入っていたので、フランクリンの地図はイギリスがアメリカ代表団に圧力をかけるために作った偽書だと主張する者も,もいる。結局、唯一損したのはもともとこの地域のブラヨン住人であり、その故郷と住人はアメリカのメイン州とイギリスのニューブランズウィック州に分かれることになった。この戦争は実際の戦闘はなかったものの、被害者が出なかったわけではなかった。 メイン州の兵卒ハイラム・ティースミスは1828年の任務中に原因不明で死んだ。彼はヘインズビルの森の中ほど軍事道路側のメイン州側に埋葬されている。アルーストック遠征の間に病気や負傷で死んだ民兵は他にもおり、また多くの者は偵察のためにキャンプを出て戻ることはなく行方不明となった。C. アンダー・ヒーズ・オン・フラッグ。ジョン・ A ・ジェラティ。 ザ・アメリカンネーション・フォートミフリン P336 ありがとうございます。